動画のご視聴ありがとうございます。姫崎みーむです。逆転検事続きからやっていきましょう。もういつの間にか3月ですね。3月になるまでにいろんなバリエーションの動画を出したかったんだけど、結局あまり出せなかった、まあ、予定通りにいかないところはあっても活動は引き続き楽しく続けていく予定なので、よかったら3月もよろしくお願いします。じゃあ逆転エアラインの第2話、やっとめいちゃん出てくるかな。もう出てくるつもりでやっとって言っちゃったけど、はっきりは分かんないからね。でも中編だからそろそろ出てきてほしいなっていうところで、はい、やっていきましょう。で、宇宰拓也がいるんだよ。宇宰拓也と話すことを楽しみに今開いてるからね。まず目先の楽しみはここだから、宇宰拓也と喋るっていう。空港に到着した以上、そう、到着しました。まあ、予想ではメイちゃんがここに来て、ちゃんと真犯人を見つけるっていう話になるんじゃないかなって思ってます。あとは警察に任せるべきなのだろうが。この道さんのことといい気になることがある。そうだね。なんとか捜査を続けることはできないだろうか。おお、来た来た来た、ほら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 。いや、盛大。ちょっと待って。急にでけえ BGM かかるじゃん。だらったったら。覚えてるわ、もう、この BGM。みつるぎのテーマじゃなかったんだ、これ。めいちゃんが背負ってきた、今回。おぉ、待っていたよ、こっちのセリフでは。待ってたよ、めいちゃん。もうこれ、はてらはてらはてら、もうめいちゃんじゃん、絶対。声に嬉しさが溢れまくっている。待っていたわよ、みつるぎ0時。逆転検事では初めてだよね。おぉ、来た。めい、君はアメリカにいると思っていたが。私はどこにでもいるわ。どこにでもいるわ。ポケモンじゃん、それ。そうなってくるとポケモンなのよ。おぉ。汚い犯罪を企む悪人のいるところにね。いいね。彼女の名前はカルマ・メイ。うん。私の、死であるカルマ・ゴーの娘であり、彼女もまた検事である。そう、二人ともカルマ・ゴーの弟子だよね。君が今回の事件を担当しているのか。それは心強いことだが。かわいい。余計なおしゃべりは無用。三つるぎ0時。あなたはさ、おい。ちげんだって。慈悲、とかじゃなくてさ、捜査しよう、とりあえず。慈悲はねえのかってところも気になるけど、とりあえず調査してからの方がいいんじゃない、めいちゃん、そこは。何？残念だわ。あなたには違う形で引導を渡したかった。仮にもカルマの教えを授けた人間が、犯罪者になり下がるとは、恥を知りなさい。思い込みが、この道さんあんま買わないかもしれない。偏見で見るなって言ったけど、めちゃくちゃ偏見で見る人いたわ、身内に。身内にもいたわ、めちゃくちゃ偏見で見てくるやつ。うん。待て、誤解だ。私が殺したのではない。誤解？事件の経過は機長からの無線を通じて聞いているわ。あなたは1階で被害者を待ち構え殴りつけた。メイ、君は本当に私が殺したと思っているのか。うん。確かに、まだ私は自らの手で捜査をしていない。捜査が終わるまで逮捕は待ってあげる。うん、そうするべきだろうな。あなたに言われるまでもないわ。逮捕よって言ってたじゃないか。カルマは完璧を持って良しとする。その信念に従ったまで。私も私の信念に従い、事件を明らかにしてみせよう。うん、ちょっと噛みそうになった今。そろそろ行くわ。事件現場を調査しなければならない。逃げようとは思わないことね。もとより、そんなつもりはない。もう分かってるじゃん、お互いさ、言わなくても。お、糸の子。いや、お前も会いたかったよ。お前も会いたかったんだよ、糸の子。やっと来てくれた。糸の子こそどこにでもいるよな。糸の子切り刑事。はい、す。あ、でかい。遅い。いや、結構早くじゃ。乙女か。なんそのポーズは。ひ。あなたが、この男のことを見張っておくのよ。ありがてえ。糸の子、三つるぎの近くにいる人間は糸の子がなんだかんだ一番安心するわ。捜査の腕山置いといてめちゃくちゃ味方じゃん。わかったわね。自分が三つるぎ検事を押すか。返事は。ひいじゃん、もう返事。了解したっす。任せるっす。三つるぎ0時。私の捜査の邪魔になるようなら、その時点で逮捕させてもらう。それじゃ。ごきげんよう。いいね、優雅だ。お久しぶりっす、みつるぎ健二殿。お元気そうで嬉しい。もう毎回お久しぶりだね。会うたびに久しぶりじゃん。うむ。自分はみつるぎ健二を信じているっす。何でも協力させてもらう。おい、よく言った。よく言った。それでこそ糸のこ切り刑事だ。めいちゃん。めいちゃんが何を言おうと糸の子はこうだろうな。めいの考えていることも気になる。うん。詳しく話を聞いてみるか。うむ。では、いくつか質問に答えてもらおう。お、
おーおーおー、よし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 、ぐる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 ふざけてる、ふざけてる、みつるぎ、落ち着こう。すいません、ベッドブランド、ちょっとゲロまみれのお京さん、いろいろ思い出すな。お京さんじゃないか、お京さんじゃないね、この人は。いや、そんな出張するまででかいとこなんだ、この弁当ランドって。最近は支店が増えて繁盛してる。へえ、らしいな。どれにしようかな。今なら空港限定の国旗弁当がおすすめです。国旗の数だけ種類は本当に豊富だね。この店は世界規模の弁当屋を目指しているのか。お京さんが仕切ってるからね。あ、お前あれじゃないの？だよね、震えていた男だ。やったぞ、俺は無事に飛行機に乗れたんだ。もうエアポケットも怖くない。よほど怖かったのだろう、独り言を繰り返している。てか降りてきていいんだね、こいつらも。うざい、うざいな、見たことあるよな。む、あの後ろ姿、どこかで見たことがあるような。国旗弁当最高だな。ショック、かっこショック、出たよ、かっこなんたら。うお、見つけたぞ。なんだ、捜索意欲の波が溢れ出す。懐かしい、懐かしい、この感じ。バク、そうだ、大江戸戦士殿様 VS 大世界闘士ワールドマン、次の映画はこれでいくぞ。お前、ほう、殿様もつ、ほうじゃねえよ、ちょっと話しかけろや。ついに世界進出か。ちょっとちょっと、もうちょもうちょ話したい、もうちょ話したい。うざい、うざい、うざい。ああ、子供、めっちゃ隣にいるけどな、うざい。めっちゃ食ってんな。元気そうでよかったわ。喜んでいる。あの滑走路走ってみたいな。いささか目の付けどころが違うようだ。滑走路とか知ってるんだ。糸の子、久しぶり。久しぶりな気もそんなしないけど、初動操作はどうなっている？先ほど、死体を運び出して検視に回したっす。今は関係者の話を聞いているところっす。うむ、さすがメイだ、対応が迅速だな。それがどうもちょっと迅速すぎるんですよね。どういうことだ？は、自分は連絡を受けてすぐ目いっぱい飛ばしてきたっす。なのに現場に到着したら、やっぱ水抜きのことなんだかんだ心配なんだよ。メイちゃんも素直じゃないな。カルマゲンジが指揮を取っていたっす。そう、まるで事件が起こることを知って、それは話が違う。待ち構えていたみたいに。確かにメイが事件現場にいきなりやってくるのは、じゃあ事件性があるような人が乗っていたってこと？もともとなんか事件性高い人乗ってたのかな。事件性高い人ってコナン君かな。コナン君か誰か乗ってたんじゃない。まあ、てかもうコナン君のようなもんだよね、ミツルギも。メイが日本にいる理由もはっきりしない。何か裏があるのか。あー、じゃあそこら辺も考えながらだな。カルマケンジは1週間ほど前から、へえ、事件の手がかりを追っている。その事件が絡んでくるんでしょうね。じゃあ、ある事件とは。トップシークレットらしくて自分には相談してもらえないっす。トップシークレットでなくとも彼女が刑事に相談することは絶対ないだろうが、それが今回の事件にも関係しているのだろうか。そういうことだろうね、多分。とりあえずは以上っす。捜査が進めばもっと出てくると思うっす。まずは関係者の話をもう一度聞くことから始めるとするか。そうだね、パートナー。やっぱお前かパートナーが一番安心するわ。突きつけとく？はい。ん？ミツルギケンジ、ポケットから何か落ちたっすよ。む、何を？何を落としたっすか？自分よく見えなかったっす。一番落としちゃダメなやつ。ドジで済まないからね。関係のないものだ、気にしないでくれたまえ。そうだな、ケンジマチ落としたなど知られるわけにはいかん。おっちょこちょいだな。はい。ああ、これはダメなやつだ。いや、あげない。何もやらん。もう白本さんとは別ベクトルでいろいろもらう気でいる感じが。そうだな、これいる？おお、喋るんだこれ。このデザインなかなかサイケデリックっす。うん。サイケデリック。特にこの宇宙人の柄にシンパシーを感じるっす。シンパシー。糸のこぎり刑事、無理に芸術かぶるのはやめたまえ。自分は素直な感想を言っただけっすのに。そうだよな。あ、これは？あ、これはダメか。なんだ、これだけか、本当に。そうだな。じゃあ、関係者って言ってたから、こっちだね、じゃあ。おお、いるね。あ、なんか、ちょっと誤動っぽい人いる。同日午後1時37分、G390 機内2階客席。あなたがこの、え、機長なの、この人。なんか意外と若くない？
この飛行機の機長ね。いかにも私こそが機長だ。君は？カルマ、め、天才検事よ。事件の話を聞かせてもらえるかしら。ああ、機長さん、ダメですよ。私以外の女の人、あ、そういう感じなの、白音さんって本当に。なんかただ、だらーのへーってしてるから、何を計算高くしなくとも見つがれるみたいなタイプの女の人かと思ったけど、ちゃんと計算してんな、こいつ。こいつってなってくるわ。そうなってくるとさ、ちゃんと自分の可愛さ分かってあざとい感じで出てんじゃん。ちょっと苦手かもしれないな、白音さん。別に興味ないよな、こっちの話やって、ますますま。私が、じゃあ、わかな？名前、自分のこと名前で呼んだし、機長に何だその態度。なんかイントネーションがすげえおかしくなったぞ、今。あと、怒っちゃうんだからとか言うんだ。いや、めちゃくちゃ、そんな感じなの、白音さん。普通にめっちゃあざとい女じゃん。わかな怒っちゃうんだから。何言ってるんだい。僕はわかな、うわ、やだー、ここ。やだ、ここの関係性。機長、白音。退場、退場。この道さんがまともに見えてきたわ。僕は、わかなちゃんだけだよ。どうやらあまり尊敬できる人柄ではなさそうだな。そうだね。後藤とは全然違うわ。機長の話は聞かなくていいすか？ずっと操縦室にいたのだ。何も知るまい。いやでも意外と怪しいかもよ。ああいうタイプの商人はメイの無知に任せておくとしよう。まあそうだね。それはする。完全する。ああデブッチョいない。ウギャーどうした。ああ無知か。コミカル。普通にコミカルし、ああまた怒ってんのかよお前は。同日午後1時40分 G390 機内1階ラウンジ。こらーほうそんな、すいませんすいません。糸の子に怒ってないから大丈夫だよ。いつまでわしを足止めさせる気じゃ。わしは犯人のはずがなかろうが。ミスターホワイト。おう、あんたか。あんたからも足止めはやめろと言ってやってくれ。時鋼なり。こんな無駄な時間1秒たりとも使ってられんのじゃ。帰るか。無視よ。あいつは無視しよう。なんてこったっす。どうした糸の小切刑事。重要な食、いや食いたいだけじゃない。パンとステーキに巨大パフェ。自分の憧れの食卓っす。食っていいんじゃない。てかステーキほんと一つも減ってねえな。巨大パフェでその無駄な口を塞いでやろうか。いやその口を塞いでやろうか的なセリフはさ、まあ二次元ではまあまああるようなセリフだけどさ、巨大パフェでその無駄な口を塞いでやろうかってケンジが刑事に言うか。どういう黙らせ方だよ。あと多分糸の子だったらそれもまあまあ嬉しいんじゃない。普通に美味しいっすって食いそうじゃん。いつもそうめんばっか食べてんもんな。やってやれば三剣。なんならこの席に座っていた男は常に何か飲んでいた。そうだね。自分も給料日前はそうよ。ほらやっぱりそうめんじゃん。つゆばっかり飲んでるっす。それは一度病院にいた方がいいのではないか。三剣ケンジ、さすがにそうめんつゆは冗談っす。どうした。ごめんなさいっす。いや、指差しだけで訴えかけるな。大きい浮き輪っすね。でも泳ぐにはまだ早いっす。刑事、これは遊ぶ用ではなく救命用の浮き輪だ。じゃあこの浮き輪では遊べないっすか。いや、そんなことはないが。なら同じっす。三剣検事、勝手に決めつけちゃダメっすよ。なんだ、このやりきれない悔しさは。本当だな。あ、はい、三剣の席だ。あれ、三剣検事、なんか赤の騎士の数が多いっす。気のせいだろ。しかも青の歩兵が赤の騎士に囲まれまくってるっす。見間違いだろ。おいしれっと。三剣検事、チェスはハサミ将棋じゃないっすよ。分かっているに決まってるだろ。まあまあまあ、糸の子、水着の子の かわいさだ。これは愛嬌愛嬌。ここが被害者アクビーの席だ。服が脱ぎっぱなしっすね。残ったコーヒーもこぼれてるっす。まさか自分が殺されるとは思わないだろうからな。一番でも常識人って感じだよね、この席に置いてあるものから見ても。うい、三剣検事、壺がきちんとシートベルトしているっす。確かにホワイト氏にとってはとかどこ座ってたのじゃ。大事なものなのだろう。やっぱり安全運転の壺はシートベルトっすからね。それは当然だが、今の話に関係があるのか。冗談が通じないっす。本当だな。めいちゃん。めい、捜査についてなのだが、これは聞いてくれないパターンだね。三剣レイジ、今は取り込み中よ。後にしてもらえるかしら。名ばかりの機長に仕事とはどういうものか教えてあげているの。うん、よくやってくれ。うん、よくやってくれ。うん、やってやってくれ。うん、今度からは真面目に仕事をいたします。機長さん、すっかり覚えているっすけど。良いのではないか、真面目に働くようになるのであれば。
やっぱこの航空会社採用基準おかしいって。なんで自分を見るっすか。よく考えてみろ、糸の子。なんで私がこんな目に。ただ仕事よりも若菜ちゃんは大丈夫。ういすごく最低なことを言いそうになったから今耐えたわ。うん、感謝しろ。耐えたから言わないといてやるけどさ、お前よ、降りろ本当に。お前ちゃんただ愛してるだけなのに。うん、職場で堂々というセリフではないな。若菜ちゃん、白人さん、ちょっといいだろうか。ちょっともよくないですよ。若菜、今若菜呼ぶな自分のこと。いいけどとも言えない、ここ職場。若菜、今機長さん以外の男の人とは話したくないです。そんな、なんか男に目ざといっていうかさ、女使う感じの人だったんだ。若菜ちゃん、僕も君以外の女の人。めいちゃん、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 よしめいちゃんやめなさいっていつも言ってたけども、ここはもうここぞとばかりにやれと言いたい。やはりここはメイに任せておいた方が良さそうだ。そうだね。こんなんだからこんな映画作るんだよ。これはどんな映画っすか。私も愛と雪国のサンバという名前だけしか知らないのだが。お客様、そちらの映画は当期のおすすめ映画でございます。機長、なんかその言い方この道さんみたいで嫌ですよ。この道さんを排除するためにやったか。あくびじゃただ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 被害者。この男には目の鞭が必要なようだ。そこの不謹慎な男、命が惜しくば口を塞ぐことね。あのパフェでな、映画よりも迫力あるっす。俺はみ、三剣健児、この豪華な料理は何すか。ファーストクラス用の料理は皆そのようなものだが。何すと、憧れっす。自分もいつか乗ってみたいっす。私が自家用ジェットを購入している頃になるかもな。もうあるんじゃねえの。ていうか、食えば、糸の子。さすがにダメか。パートナー、うん。あ、気づいたこと。気づいたことはないだろうか。状況把握できてない。わからないことは誰かに聞け。わからないことは他の人。あ、まあまあ。あ、そうだそうだ。ちょっと待て。そうだ、それ。あ、糸の子ありがとう。役に立ったわ。すっかり忘れてた。こっちガン無視して行ったんだったな。ありがとうね、糸の子。こいつの話を聞こう。事情聴取がまだ終わってないのか。もう終わってるっす。貨物室の調査が終わってないと荷物を力、うん、こうしてくれんのだ。ジンクの荷物、貴様らわしの美術品に傷一つでもつけたら許さんぞ。美術品、ジンクは商売のために多くの美術品を貨物室に、積んでいるっす。大きなものから小さなものまで盛りだくさんっす。民族衣装から石像まであらゆる美術品を取り扱っておる。民族衣装か。よく見ればホワイト氏の帽子。あ、おーおーおお、そうだね。これだ。はい。見覚えない？ミスターホワイト、これを見ていただけないだろうか。ん？おお、これはボルジニアの布ではないか。いや、その前に地域にならない。あなたの帽子と同じものだろうか。まさしくその通り、海外からも注文があるほど有名な織物じゃぞ。おお。じゃあまあこれは、ミスターホワイトが知っていると。あなたの荷物とはこれのことなのか。いやいや、今回わしが運んでいるものはもっと大きなものじゃよ。そこの刑事、わしの荷物はいつになったら動かせるんじゃ。捜査が終わるまで動かせないっす。警察というやつは融通が利かん。あの CA もずっと CA ルームからだ。あー、この道さん、 CA、 この道さんのことか。なるほど。これは、わかった。はい。そう、これだめ、あ、話は聞こう。ミスターホワイト、その CA はどうしたのだろうか。CA ルームで取り調べを受けているようじゃの。さっきからなかなか出てこないのじゃよ。わしの取り調べはすぐに終わったんじゃがの。なぜこのミスさんの取り調べだけ長引いているのだ。お、メイちゃん。どうした？ミツルギレイジ。あなた飛行機内で好き勝手に操作していたようね。うむ、 CA に協力を要請したのだ。その CA、このミスさんと話をしたい。 CA ルームに入る許可をもらえないだろうか。ふん、その前にまずは自分にかけられた容疑を2回ぐらい晴らしたんだけどね。うん、少なくとも2回ほど晴らしたんですよ、こっち。承知した、承知しちゃったよ。
話がわかる男、CA たちをうまく言いくるめることができたとしても、私の目をごまかすことはできないわ。あ、ここでやるんだ。メイ VS ミツルギとかいうちょっと熱い展開がこんなにも早く来てしまうんだね。いいんだ。カルマメイの推理。論証はシンプルにいきましょう。犯行現場は死体が発見されたこのラウンジ。被害者が店舗で目撃された時から死体が発見されるまで、ラウンジにはずっとミツルギレイジ、あなたがいた。最有力容疑者があなたなのは間違いないでしょうね。まあそれは確かに。うん。最有力容疑者か。何がおかしいのかしら。君にしては曖昧な表現だな。これでもあなたに気を使ったつもりなのだけど、ありがとう。分かってもらえなかったかしら。いらぬ気遣いだ。私の無実はすぐに証明されるのだからな。強いな、どっちも。何としてもこの推理を覆す。そうだね。よし、追求開始。セーブはさせてくれ。シンプルに行きましょう。君は私が犯人だとシンプルに決めつけすぎではないか。ふ論証はシンプルに、そして完璧に行うものよ。本来なら3分以内には終わらせたいところ。うん、やっぱり似てるな、父ちゃんと。そんな、ラーメンを作るみたいに。ジギャス糸の子大丈夫か、からだ。つまらない証言には3秒も与えるつもりはない。変わらないな、メイ。だが私も簡単に捕まるわけにはいかない。そうだね。また一回縛られてるくらいだしな。君は現場の情報を全て知っているのだろうか。あなたを捕まえるために必要な情報は揃っているわ。つまり現場、ラウンジ以外の情報は知らないということだな。そんなもの、完璧を持って良しとするんじゃないの。全部調べた方がよくない。だから糸の子に八つ当たりすな。すまないわね、ヒゲ。手元が狂っただけよ。なるほど、メイはまだ全ての情報を知らないようだ。うん。でも目撃された、うん、待った。被害者が目撃されたというのは。とぼけるのはやめなさい。あなたも知っているでしょ。 CA から聞いているわ。午前5時に点呼を行ったことをね。そしてその点呼の後、うん、ラウンジにはずっとミツルギレイジ、あなたがいた。最有力容疑者があなたなのは待ち、待て。はいはいはい。確かに私はずっとラウンジにいたが、それだけで犯人扱いとは少々無理があるのではないか。おお、意義あり出た。ふっ、それはこれからの捜査で明らかになるでしょう。どちらにせよ現時点では、うん、現時点では最有力容疑者がミツルギだと。確かに状況的には他に候補はいないかもしれない。でもミツルギ検事はそんなことしないって信じてるさ。ありがとう。ありがとな。撃たれるけどな。兄弟のよ。そうだよね。カルマ検事もそう思っているはずっす。だって兄弟のよ。ギャス。その口を閉じなさい、ヒゲ。たとえ身内であったとしても犯人でないという保証はない。メイ、あなたが犯人ではないというのなら証拠で示すのね。最有力容疑者が持ってる。彼女も知らない新たな証拠。はいはいはい。じゃあ犯行現場、そうだよね、これ死体の移動に使われたものがあるから現場がこことは限らない。どうでしょう。はい、ちっちっち。にやり。どうやら君はまだ報告を受けていないようだな。何のことかしら。空港に着く直前のことだ。私たちは見つけたのだよ。死体が移動させられた証拠な。犯人はこのスーツケースを使って死体を運んでいる。真の犯行現場はラウンジではなかったのだ。お、なんて言い返す。そう決めつけるにはまだ早いのではないかしら。どういうことだろうか。スーツケースからこの布が発見されただけ。それは知ってるんだ。死体が運ばれたという証拠はないわ。犯人が布の隠し場所として選んだだけかもしれないわ。さすがといったところか。そう簡単には納得しないようだな。カルマは完璧を持って良しとする。あなたも知っているはずよ。少なくとも犯人がスーツケースを持ち運んでいたことは確かだ。うん。そんな証拠があるというの。スーツケースを持ち運んでいたことを示す証拠。あ、ちょっと待って、これ詳細これ見てないな。ここまで血で汚れるとは。この布で被害者を包んだのだろうか。うん、有名な織物。そうだね、これ裏とかは。あ、真っ黒。あ、違う。はい。あ、ごめん。ごめん、ミツルギ。よっしゃね、ミツルギ。スーツケースはどこから。あ、分かった、分かった。
ごめんごめんごめん。そうだそうだ。足取りね。あ、めっちゃ答えじゃん。ありがとう。ヒントというか答えくれてありがとう。エレベーター前にこぼれていたブドウジュース。そう。注目すべきなのはここだ。あったね、あと。持ち運んでいただから、まあ、どっちも、まあ、こっちの方がわかりやすいかな、くらい。この足跡は犯人のものだろう。犯人はこのまま機内ショップに。だ、あ、そっちね。わかったわかった。あ、じゃあこの、あ、じゃあ、こっちか。ごめんごめん。はい。この後、スーツケースの車輪の後に見えないかね。ごめんね。メイちゃんもちゃんとリアクションしてくれる。ありがとう。スーツケースの車輪部分にはブドウジュースが付着していた。あのスーツケースがここを通ったのは間違いない。なるほどね。どうやら犯人がスーツケースを運んでいたのは確かなよね。分かってもらえただろうか。おお、意義があるようだ。しかしその犯人があなたでなかった証拠はないわ。うん、なるほど。エアポケットより前に凶器の貯金箱を用意していたのよ。そしてラウンジで被害者を待ち伏せて撲殺する。死体をスーツケースに入れてエレベーターに乗ったその時、エアポケットでスーツケースから死体が飛び出してしまった。追い詰められたあなたはとっさにスーツケースを元に戻し、第一発見者のふりをすることにしたんだわ。なにそう、しっかり三剣を犯人にしようとしているまあ逆に確証が欲しいのかもな。絶対に三剣が犯人じゃないっていう。うん。君の推理もなかなか悪くない。短時間で推理した割には。だがな。なんですって。ふ今にわかる、君の推理の穴がな。さすがの彼女でも動揺を隠しきれていない。ここは一気に畳みかけるとしよう。はい、じゃあセーブをさせてくれ。いい、よいしょ。はい、待った。一体どうやって貯金箱を取り出したというのだろうか。ショーケースには鍵がかかっていたのだが。そうだよね、鍵が閉まっているのなら。お、これは、いや、それで割るな。いや、糸の子はガラスじゃねえ。自分のガラスのハートが弾け飛んだっす。お前ノリがいいな。機内ショップのショーケースと凶器の交友感が。これさ、一つ目からいける？ショーケース側の写真っていうかあれはないか。そう、割ったなら内側にガラスの破片があるはずが、内側にはなく外側にガラスがあったから、飛び出たっていうことなんだよっていうのを言えればよかったんだけど、これでいけんのかな。まあでもじゃあとりあえずは聞くか。はい。ラウンジには被害者の血痕はなかったように思うのだが。ふっ、そう言うと思ったわ。私が気づかないと思ったの？ラウンジに血痕があったとしても隠すことができたはずよ。血痕の上にブドウジュースをこぼすことでね。私が現場に細工しただと。現場を細工したとか。それは今鑑識が調べているところよ。それでその後私はどうしたのだろう、どうしたというのだろうか。今日カミカミだな。待った。スーツケースに入れてどこへ運ぶつもりだったというのだ。そんなの簡単だわ。ファーストクラスに運んで目につきにくい場所に置いておけばいいのよ。目立つね。どこに置いても目につくね。ふん、無駄なあがきね。ならスーツケースをエレベーターに置いておくつもりだったんだわ。でも残念ながらあなたの予定が狂ったのよ。なぜならエアポケットだね。エアポケットでスーツケースから死体が飛び出してしまったと。エアポケットか。君は体験したことがあるだろうか。ええ、慣れているわ。あんなに激しく揺れるとはな。一瞬気を失うほどだった。一瞬で済んでよかったっすね。倒れても、おう。糸の子、死。お前、知ってるだろ？あの、三剣のトラウマを。うむ。うん、そうだね。確かにな。倒れていたおかげで今まさに大変なことになっているのだが。雑談はそれぐらいにしなさい。まだ話は終わっていないわ。追い詰められたあなたは土砂スーツケースを元に戻し、うん。私を簡単に追い詰められると思わないことだ。まさに今追い詰めているところよ。ご早く無事を指摘せねば体が持たん。だいぶ追い詰められているよね。食後もかけらふりをしつつ第一発見者のふりをする。ふりなどしていない。本当に第一発見者なのだからな。確かにそうかもしれないわ。ん？それは私の主張を認めたということか。バカを言わないで。自分で殺したとしても最初に死体を見たという点では第一発見者とも言えるわ。まあ確かにな。どうあっても私が犯人だという考えを変えないようだな。メイの推理は悪くない。多くの部分は真実を言い当てている。ある一点を除いては。
じゃあやっぱ最初のこれか。これそのままいければいいのかな。あ、というかエアポケットより後で書いたか。そっか。はい、意義あり。証拠品をもとに推理を組み立てる君の法廷戦術、見事だと言っていいだろう。証拠品とロジック、法廷に立つものならば誰でも操るものに過ぎないわ。だがその証拠品の中に偽物が混ざっているとしたら。偽物？豪遊君の貯金箱、その凶器は偽物だ。何ですって？その貯金箱が機内ショップから持ち出されたのはエアポケットよりも後なのだよ。しかしこの貯金箱には血痕もついているわ。犯人の自業工作だと考えるべきだろうな。エアポケットの後犯人が行ったことは3つ。うん、おしゃれだね BGM。 いや、犯人、コナンの犯人みたいになってる。エレベーターから降りた犯人は、うん、まずスーツケースを機内ショップに置いた。これ白音と機長のさ共犯説もない？床に落ちていた貯金箱を持ち出した。うん、でそれを凶器に見立てたと。ミツルギめっちゃいるな。ミツルギ起きてたらな。てか犯人も大胆じゃない？よくさミツルギ途中で起きちゃったらどうしようとか思わなかったね。凶器見せかけるためそれで被害者の頭を殴って転がしておく。うん、あれ、よくやったなそれ。もうミツルギ起きないもんだって確信してんじゃん。ちょっと飛ばしちゃったけど、被害者の財布をミツルギのポケットに入れたと。全ては私に濡れ衣を着せるために行われたと考えられる。うん、そこの警官、ほっ、この貯金箱以外で凶器と思われるものはこのラウンジと機内ショップでは発見されておりません。ほとんどのものはエアポケット対策で固定されていますし、その他の凶器に使えそうなものからは血液反応が出ていません。そう、ミツルギ0時、どうやら命拾いしたようね。でも凶器をどこかに隠したのかもしれないっすよ。ヒース、もっと安全な場所に凶器を隠す余裕があったのならば、あの血だらけの布も一緒に隠すことができたはずよ。その通りだ。あの布がスーツケースの中に隠されていたことから、犯人はそれ以上安全な隠し場所を用意できなかったと考えられる。本当の凶器は未だに犯人が持っているか、本当の事件現場にあることになるな。お、なんだ？もう一つの可能性があるわ。なんだと？やはりその貯金箱が凶器だった。しかし、お、あー、めちゃか。犯人はエアポケットよりも前に貯金箱を持ち出した。ちゃんとショーケースの鍵を開けてね。まあこれでつながるわけか。この道さんがこんなに拘束されているというか、事情聴取がなかなか終わらないことに。ガラスはその時に誤って割ってしまった。そう考えることもできるわ。その人物はショーケースの鍵を持っていた。メイ、君が言おうとしているのは、そしてその人物はすでにある罪を犯しているわ。機長に黙って、三剣玲司、あなたに事件の捜査をさせるという罪をね。そういえばあなたも彼女の話を聞きたがっていたわね。うむ、許可するわ。ただし尋問には私も参加させていただく。二人で？圧がすごいよ。三剣玲司とカルマ・メイに尋問されるって、もうま、一部の界隈ではめちゃくちゃご褒美になるだろうけど、めちゃくちゃ怖えだろうなそれ。よろしいかしら。私は尋問をしに行くつもりは、おいおい、優しい。優しかった、つもりはない。だが同席したいのならばスッキリすればいい。彼女がいるのは CA ルームだったわね。行きましょうか。 CA ルーム初めて行くよねっていうところで、今日は終わりにしようか。 CA ルームに行きたいところだけど、今ね現在40分ぐらい撮っております。ちょっと話だけしようか。じゃあ CA ルームに行く前にいろいろ話を聞いた上で、次回 CA ルームから始めよう。 CA ルームだと行きましょうか。青いドアから行けるみたい。そうだね。お前は？あ、別にもう話すことはないか。なんすか？あ、めいちゃんの推理。いや、さすがミツルギケンジっす。カルマケンジの無知さばきもミツルギケンジにはかなわないっすね。いや、単に彼女には情報が足りていなかったのだ。捜査が進めばもっと対等に戦うことになるかもしれないな。大丈夫っす。自分は、あれなんだね。メイちゃんいてもさ、メイちゃんがいるとこでもはっきりとミツルギケンジの味方っすからって言うぐらいに本当にミツルギ大好きなんだな、糸の子。年下の女の子目の前にいたらそっちの味方をするか、まあそっちに揺らぐか、うやむやにするかしそうだけど、ミツルギケンジの味方っすからって思いっきり言うあたり、すげえな、糸の子の信頼度が。ミツルギケンジには情報をどんどん垂れ流すっすよ。もうメイちゃんの無知が飛び交うな、こりゃ。
そしてメイにはムチをビシバシ食らわされることになるだろうな。そうだろうな、この笑顔よ。え、こっち側とか、お、遠くの飛行機の窓に綺麗な女性がいるっす。遠くの飛行機の窓によく見えるな。おい、糸の子、糸の子そんなやったってわかんないって。おーいっす、こっちを見てるっす。さあ、見つめる。天皇陛下じゃないんだからさ。いや、ここで言うとチャラ男になるな、ただの。と、糸の子、いいのか、まこちゃんがいるだろう、お前には。まこちゃん怒っちゃうよ。まこちゃん別に怒んないかもしれないけどさ。手を振るすよ。なんなら一緒に手振りそうだな、まこちゃん。私を巻き込まないでくれたまえ。糸の子はこういうとこあるからな。え、まだまだ言ってる。まだ言ってる。お、ピアノがあるっす。ちょっと、ちょっくら弾いてみていいっすか？弾けんの？現場にあるものをむやみに触らないでくれたまえ。そもそも君はピアノが弾けるのかね？もちろんっす。自分ピアノにはちょっと自信。わかった。猫踏んじゃっただけだ。意外だな。ドとレとミの音を完璧に出すことができると誰でもできるわ。二度と自信があるなどと言わないことをお勧めする。そうだね。ある意味優しい指摘だな。はい。あ、この銅像、豪遊さんです。どうした、何か気づいたのかね。昨日夢に出てくる、すごいなそれ。まさ夢か。夢の中でこのおじさんを逮捕しちゃったんだ。自分の活躍を三剣賢治にも見せたかったっすよ。夢の中で活躍されても全く意味がないのだが。終わった話。立ち入り禁止。被害者の死体は解剖に回された。まあそうだよね。椅子は、あ、わかる。ああ、わかるんだ。そう、ロックスだよ、ロックス。三剣と、じゃあ糸の子と話したかったね。これロックス来日記念と書いてあるっす。ロックスというのは、あ、話した。自分が好きだ、あ、好きだったんだ糸の子も。好きだったロックバンドっす。スイスのスーパースターっすよ。いや、懐かしいっすね。途中素が多すぎてよくわからなかったのだが、もう一度説明するっすよ。いや、遠慮しておく。スススすだな、本当に。じゃあ話せるか。はい、許可が下りました、ご苦労。そうだね、とりあえずは。うん、あ、メイちゃんがいない場合話せる。うん、機長、挨拶が遅れたが、私はケンジの御剣という CA から聞いていると思うが、機内の調査をさせていただいた。ああ、若菜ちゃん、白音が、今更言い直しても遅いよ。白音が言っていた刑事さんですね。確か機内ショップを調べたとかいう。やはりこの道さんから何も聞いていなかったようだな。ああ、申し遅れましたが、私は当機の機長の。それでは失礼。もう聞く気ないじゃん。この男から聞く情報はこれくらいしかないだろう。まあそうだな。白音さん、ちょっといいだろうか。ちっとも良くないじゃなくて、ちょっとも良くないなんだね。ちょっとも良くないですよ。さっきの女の人何なんですか。彼女はカルマ・メイという、私と同じ賢治の一人だ。若菜から、でももう一人称完全に若菜になっちゃったな。若菜から機長さんを奪おうとするなんて許せないです。意外と病んでる気質があるかもしれないね、この人。ってなると殺人犯の予感が。病んでればすぐ人殺すからさ、めちゃくちゃ偏見だけど、もう大抵二次元に出てくる病んでって人殺すじゃん。許せないです。彼女には機長に近づく女性が敵に見えているようだ。この道さんも敵に見えてるんじゃないか、それって。うん、あれ、いけない。あ、いけるか。増えては、あ、調べられる。うん、搭乗口に誰もいない。確かに自分が見張っているから。お前が見張ってるのは、見張ってるというか見張ってもないけどね。ただ三剣について来てるって感じだけどさ。うん、だからもう見張ってないじゃん、糸の子。ここ余計不安なのだが。そうだね、ちょっと見張るには向いてないかもね。外見る。うん、自分も飛行機に乗って海外に行ってみたいっす。ああ、ないのか、糸の子は。刑事、まさか今まで海外に行ったことがないのか。もちろんっす。パスポートすら、おお、意外。パスポートすら持っていないっす。まあ自分もパスポート持ってないけど、いつか飛行機に乗るために毎日1円ずつ、お、偉いね。毎日1円ずつか、まあ、年単位で見ればたまるかもね。うん。この調子では海外に行くのは何十年も先になるだろうな。まあそうだな。まあじゃあここら辺かな。はい、じゃあ、メイちゃんの元に戻ってから終わりにしよう。メイちゃん。よーし、あー、勢揃いだ。糸の子もこっち向いて。
バランス。バランス。違う。じゃあ、糸の子、こじ。こんなんでいいか。なんだこれ。なんかよくわかんない形になっちゃったけど、よし、これでいこう。はい、ということで、メイちゃんがね、予想通り来てくれたということで、で、糸の子も来てくれたから、結構おなじみのメンバーが周辺にしてやっと揃ったなっていうところで、賑やかになってきたね。やっぱいいね、おなじみのメンバーが揃うっていうのは。だけどまあ、おなじみのメンバーのはずだけども、疑われてるということで、相変わらず。まあ、だから、メイちゃんがここまで、ミツルギを犯人だって言ってるのは、逆に、犯人じゃない証拠、100% 犯人じゃないっていう確証を得たいから、逆に今めっちゃ疑ってるんじゃないかなって思ってます。不安要素も完璧に取り除くために今は完璧に疑ってるみたいな、そういう意味だと思ってるから、めいちゃんはね、心の底ではね、普通にみつるぎのことを疑ってないとは思ってる。まだそこはね、完璧を持ってよしとするケンジだから、めいちゃんとみつるぎでぶつかりつつ、 100% みつるぎが犯人じゃないっていうところまで行ってから、真犯人をね、一緒に見つけようと思ってるんだけど、いいかな、めいちゃん、それで。勝手にそう思ってるんだけど、いいかな。そういうことにしとくね、めいちゃん。じゃあ、第2話、逆転エアラインの中編の途中まででした。次回、CA ルームから、このみちさんの話を聞くところから始めます。このみちさんの話から何が出るのか、楽しみに次回もやっていこうと思います。では、ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントなどしていただけたら幸いです。3月16日までにと言っても、もう16日、来ちゃうよね。来ちゃうんだけど。変わらず言っておくと、3月16日までにチャンネル登録者様500人目指して、基本的に高頻度で投稿頑張っておりますので、よかったらチャンネル登録していただけたら幸いです。ではまた次の実況でお会いしましょう。夢咲みゆむでした。バイバイ。